ネイピアノーマット、ノーマット、ノマドとは、イギリスのネイピア産以下、ネイピアが1950年前後に開発した、航空機用水平対向十二シリンダー液霊式のニストロークディーゼルエンジンである。主任技師は EE、e、チャッタートン、EE、e、チャッタートン。通常のレシプロ機関による出力に加え、ターボチャージャーやターボコンパウンドと類似した仕組みでタービンを介して、 排気のエネルギー改正し、さらに排気流による水力を得られるような工夫が施されていた。ディーゼルエンジンにこのような機構を組み込むことにより、低燃費と大出力 3000HP 以上を同時に実現することに成功したが、試験に手間取っているうちにより扱いやすいジェットエンジンが普及し、量産、発展を見ることなく終わった。1945年。 イギリス空軍省は長距離大型機向けに 6000HP 級の低燃費エンジン開発の諮問を行った。ネイピアはこれに応え、一種のターボプロップ機構を複合した2ストロークディーゼルエンジン案を空軍省に提出した。低燃費を実現するために2ストロークディーゼルエンジンとし、さらにこれに当時カーチスライトが実用化したターボコンパウンド R-3352 実装ののエネルギー改正機構をを設けて、大出力を狙ったのである。またネーピアでは、以前にニストロークリーゼルエンジンのユンカース製油も204のライセンスを取得し、カルバリンとして開発した経緯があった。しかし1939年の第二次世界大戦の勃発により、スリーブバルブを採用した同社の大出力エンジンで、あるセーバーの開発、生産が優先され、 カルバリンの開発とそれを2列並べて、セーバーと同じ型エンジンとした発展型の研究は、休止されてしまった。ノーマットのコアであるディーゼル機関部はこのカルバリンと同様の水平対向型12シリンダーを持つものであった。ノーマットは、基本的には、レシプロエンジンであるが、排気流により3段の主タービンを回し、そのタービンと直結したシャフトで、 クランクシャフト駆動のプロペラとは別のもう一機のプロペラを回させていた二重反転プロペラであった。またタービンが回すシャフトは十二段の軸流式圧縮機と同軸であった。この軸流圧縮機はインタークーラーを挟んでその後段に設置されていたクランクシフト駆動の一段延伸型か吸気、スーパーチャージャーと共に吸気を加圧するために使われた。排気流は最終的に エンジン工法から排出され、その気流により、水力が加算されるようになっていた。さらに排気を再燃焼するための燃焼室を備えており、大きな出力が必要になる離陸時には一種のアフターバーナーとして機能し、出力、水力を増強させることができた。これは、排気に未燃焼燃料が含まれるに、ストロークサイクルエンジンとディーゼルエンジンの特性を利用したものであった。なお、 最年少室を用いる場合は、主タービンと同軸の補助タービンも同時に使用された。以上のようにノーマットは、通常のレシプロエンジンに加えて、ガスタービンエンジン的な機構を持ち、ディーゼルエンジンとターボプロップの複合機関として、言及されることがある。なお、蒸気の仕組みを持つノーマット1型に対し、後に、ノーマット2型と呼ばれる派生型が開発された。 ノーマット2型は1型の機構の簡略化を目指したものであり、最年少機構、クランクシャフト駆動の遠心型加級機は省かれ、タービン動力の一部は流体継手を介して、クランクシャフトに伝達され、タンプロペラを回転させるようになっていた。この流体継手を用いた排気エネルギー改正方式は、ターボコンパウンドと同様で、また、タービンと同軸で回転する軸流圧縮機は、 プロペラとのつながりがなくなって、ほぼターボチャージャーと同等になったと言える。1948年にノーマット1型の軸流圧縮機とタービン周りのシステムの試験が行われ、1949年10月には組み立てられたエンジンの運転が行われた。そして飛行試験のためノーマット1型を機種前方に特設した爆撃キリンカーンの初飛行は1950年に なされた。計戦時間の飛行試験が行われたが、ノーマットは非常に気象が荒く制御の難しい人ンンであった。正常に運転できた場合の主要性能値は、軸出力 3000hp、排気水力 1.4kan、燃費 0.164kg であった。これは悪くない数値ではあるが、投入された新機軸やエンジンサイズの割には機体はずれものと言わざるを得なかった。 一方、ノーマット1型の試験が行われている間に改良型のノーマット2型の設計がすでに完了していた。ノーマット2型は、介海車クルトンに搭載されて試験が行われた。燃費は 0.157kg まで改善され、その他く性能も向上していることが確かめられたが、1型と同様に大きさに比して出力が低い上に扱いにくいエンジンであることには、 変わりなく、1954年には空軍の関心が失われ、翌年の1955年4月に開発は中止となってしまった。また、すでにターボジェットエンジンや純粋ながスタービン駆動のターボプロップが実用化されていたことも決死となった。ノーマットに影響を与えたエンジンノーマットの特徴的な技術に関連する項目、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。